皆さんこんにちは。いつも私の動画をご覧いただきありがとうございます。今日は大阪メトロ中央線森の宮駅に来ています。森の宮駅や森の宮検車場付近を撮影して新駅に関する情報を皆さんと共有します。どうぞご覧ください。大阪メトロは広域輸送系統につながる御堂筋線南北軸と西の夢島と東の学研都市を広域的につなぎ、大阪市域を東西に面的に広げる中央線東西軸を強化することで大阪のさらなる発展に寄与することを目指しています。万博開催と IR 開業が予定されている西の拠点夢島に対し、森の宮を東の拠点に位置づけ、東西軸の中央線の強化を行います。大阪城東部地区は大阪市東部の大阪メトロの東西軸上の開発エリアであり、国際的な観光拠点である大阪城公園と隣接しています。また大阪メトロ中央線長堀鶴見緑地線 JR 環状線の駅に近接しており、大阪の主要ターミナルである京橋エリアにも近接しており、東の重要拠点となるポテンシャルを有しています。それと大阪メトロとして地区内に開発用地を保有しており、交通をはじめとした全グループ事業が一体となった拠点づくりを実施できます。大阪城東部地区のまちづくりコンセプトである多世代多様な人が集い交流するは大阪メトロの目指す活力インフラそのものであり、活力インフラ拠点として南北軸や東西軸を通じて開発エリアへ人を誘導し、大阪メトロの路線を含めた周辺交通の活性化につなげます。しかしながらこのエリアは増加する需要に対してアクセスが弱く、新たな駅と支線を建設することでアクセス向上とエリアのポテンシャル向上を図ります。大阪メトロのニュースリリースによると、新駅は大阪城東部地区に位置する森の宮検車場内に設置されます。新駅の開業時期は万博開催前と後の2段階の経緯を経て2028年令和10年春を目指します。新駅建設予定地の森の宮検車場に着きました。工事区域と思われる場所が仮が濃い壁で囲まれています。この敷地の奥のところに新駅が建設されます。地図で表すとご覧の通りになります。都市計画道路豊里八田線市議の賀茂の西側の森の宮検車場内に建設されます。ただしすぐに新駅建設に着手するのではなく、大阪万博への対応が最初に行われます。工事車両が出入りするゲートへの進入路の整備工事が行われていると思われます。2025年令和7年の大阪万博開催時、会場となる夢島へのメインアクセス線として大阪メトロ中央線の輸送力増強を行うことが必要になります。そのため夢島延伸で3列車、輸送力増強で10列車、計13列車の増備が行われます。既存の保守施設を移設撤去し、森の宮検車場内に13列車分の留置線を整備する工事が行われます。大阪メトロが作成した地図ではグリーンのラインで囲まれたところが増設された留置線になります。万博が終了した後には増備した列車を他の路線に転用した後、不要となった留置線が撤去されます。留置線が撤去された跡地を活用して森の宮新駅が建設されます。大阪メトロが作成した地図では赤く塗られた場所が新駅の場所になります。なお手前の道路に面している更地は大阪メトロにより開発が行われ、商業施設や居住施設が建設される予定です。大阪メトロは森の宮新駅を含めた森の宮開発プロジェクトを非常に重要視しています。観光拠点の大阪城公園、中央線、長堀鶴見緑地線、主要ターミナルの京橋地区に近接しており、森の宮地区を東の重要拠点と考えています。鉄道、オンデマンドバスなどに加え、
他の輸送モビリティとも結節した次世代交通ターミナルの設置を目指しています。新駅開業時期は2028年令和10年春を予定しています。都市計画道路豊里八田線死野賀茂を挟んで東側では大阪公立大学森の宮キャンパスの建設工事が行われています。大阪公立大学は2022年令和4年4月に大阪府立大学大阪市立大学の2大学を統合することで新しく設置された公立大学です。2大学の統合により学生数は約1万6千人となり、公立大学としては日本最大の規模となりました。前回2023年令和5年3月2日の取材時は杭工事と埋蔵文化財調査が行われていましたが、現在は掘削工事規則体工事が行われています。ただしゴールデンウィーク期間中は工事はお休みのようです。映像画面の奥に大阪メトロの新駅建設の現場が見えます。都市計画道路豊里八田線死野賀茂を挟んで手前には大阪公立大学森の宮キャンパスの建設現場の詰め所の建物が見えます。大阪メトロの新駅建設の現場を再び撮影しています。2025年令和7年に開催される大阪万博への対応が完了した後、更地の奥のところに森の宮新駅が建設されます。道路に面している手前の更地は大阪メトロにより開発が行われ、商業施設や居住施設が建設される予定です。大阪公立大学森の宮キャンパスの建設現場を撮影しています。耕地面積が約1万9300平方メートル、校舎面積は約7万7100平方メートル、地上13階、高さ約60メートルの校舎が建設されます。森の宮キャンパスでは食堂、体育館、図書館なども一棟に全て集約して校舎が建設されます。大阪公立大学の森の宮キャンパスは森の宮新駅開業に先立ち2025年令和7年に開設される予定です。森の宮新駅が開業すると大阪市中心部と地下鉄でダイレクトに結ばれ利便性が向上します。大阪メトロの森の宮新駅や大阪公立大学の森の宮新キャンパス開設を中心に大阪城東部地区での新たな街づくりが行われます。新しい街の誕生が楽しみです。大阪メトロの新駅について森の宮駅と新駅建設現場を取材してその情報を皆さんと共有しました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。またお会いしましょう。